今日来ましたよ。この日が一生に一度の記念配信。今まで配信チェキってどうだった？まあデビューしてから963日記念ということで、約2年半ぐらい、2年超活動してきましたけれども、なんか自分的には何も変わってないなんかなんだろう、何かあるかな、なんか個人的にはそんなに変わってないんよ。見た目がとか声がとかはいろいろありましたけど、根本が変わってなくって、見た目とか声とか喋り方は結構変わったかもしれないけど、考え方とか気持ちとかそういう根本的なことは初配信見返さない？嫌だ。それはやめとこうな。でもやっぱりその何か一つのことに対して努力をするみたいな、まあ最近ちょっとできてない感じもするけどね、ちょっとやりたいゲームが多すぎてすっごいダメダメな僕なんだけど、最近はまたちょっとね、なんかその頑張ってるところを、なんか僕頑張れてないんよ今。みんなは結構さ、毎日配信して偉いねとかさ、すごい褒めてくれるけど、僕の中では全然頑張れてなくって、もっとさみんなにかっこいいとこだったり、そういうところを見せていきたいって思って今まで活動してるから、また改めて記念日をまたスタートラインとして頑張っていこうかなと。頑張ってる姿をね、みんなにバンバン見せられたらいいなって。ちょ、また新たなスタートですよ。